はい、えー、どうも、吉谷です。今回のテーマはですね、えー、他人を疑えです。他人を疑え。他人を信じるなんでしょうかな。他人、他人は信じるな。他人は信じるな。これに行きましょう。他人は信じるな。まあ、あとは他、その他人の情報とかね、他人は信じるなというテーマですね。まあ、これはなんでこういうテーマで話そうかと思った理由が、要は まあ僕もいろんなお客さん対応してるんですけども、まあ、もちろん僕のことを疑って見てる人もいるだろうし僕を信じてくれてる人もいるんですけどもそのお客さんの質問とかねこう相談を受ける上で「これって本当に稼げるんですか?」とかもうめちゃくちゃ多いんです。っていうかもう耳にタコが1億引き1億個っていうかもう耳の原型がなくなるんじゃねえかみたいな「もう耳じゃねえよ」みたいな。タコタコタコもタコ ただよみたいなまあいいんですけどまあこれ本当に稼げますかみたいな要はその他人の情報ですよね他人から出てる情報これねこれをあの疑ってるわけですよねいやもう信じなくてええやんみたいなもうええやんみたいなねもう信じなくていいですよ信じなくても疑っても詐欺師と思っときゃいいんですよもう信じなくていいもう全部疑って全部信じなければいいんですよ ただ一つだけ僕はこの動画でお伝えしたいのは自分をが信じれる人間になってほしいってことこです、ね、僕はねあのこれも究極なんですけど僕ね自自分自身を信じてるんですよ要は、まあね、これもちょっと言えないんですけど、まあまあ、この独立して2年間の間で、ね、前の会社社長を辞めて独立2年まあ一人でやってね2年経つんですけども。 ちょっと言えないこともねいろいろありましてその人間関係のねマジでみたいな裏切りというかねまあいろいろあったわけですよでまあまあその社長やってた時も結局ね従業員雇ってても辞めていくわけじゃないですかだから結局他人なんつうのは信じない方がいいっすよ本当に要は自分を信じれるそれだけでいいですてかそれでいいんじゃないですか 自分って僕ね行き着いたのは自分自身は自分の意思決定で動けるじゃないですか他人って自分の意思決定で動かせないんですよだって他人が決めるんでだから自分最強だなっていうのを僕はね感じます自分最強っていう自分最強俺にしかできないっていうか自分最強みたいな自分をし自分だか要は 他人のことを信じなくても自分信じて、その、なんだろうな。うん。要は他人ができないスキルだったりとか、他人ができないこととか、他人がやらないことをやっていけば、もう僕の場合はですね、もう動画も8000本以上撮ったし、まあ1万本撮っていきますけれども、多分他人の人も真似できないんですよ。なこれが自分の自信にもなってるし、今。うん。たとえアカウントバーンされても、別にもうアカウントバーンされた経験もありますし、アカウントバーンされてからのこれですから、とか、 そのもう信じれるものはもう自分の力もう自分の力自分のスキルしかないなとこの自分のスキルは自分が身につけたものは絶対裏切らないなぜならばそれを自分のスキルを活用するのも自分だしそのスキルを行動にこう促していくとかこれをマネタイズしていくのも自分だし結局これ自分最強じゃねみたいなっていうのは思ってだから僕は。 その自分を高めていくって何かっていうと今はね僕信用されないんですけども僕もともとゴーストライターだったんでしゃべりっていうのは全然できなかったんですよ喋りっていうのは。だけどよあの飯食っていくお金を稼いでいく上で自分に必要なスキルは何なのかって考えた時に、まあ、10年以上コピーは書いてきたからじゃあ今度はもうトークだなと。 だだだ文章ととトークががでできれば、まあ飯食っってていけるだろうと思って自分が苦手でしし、たよ。まあ、人見知りだし、まあ、僕のプライベート知ってる人は知ってるかもしれないですけどプライベート僕のプライベート知ってる人はあんまり少ないんで、まあ、ほとんど喋れないです全く喋れないですね、まあ、動画回ってる時だけ喋りますけどセミナーとかはね、うん、だけどその人前で喋れるようにもなったし別にそ全部即興なんですよ まあ今回はちょっと話そうと思ってテーマ、あ、これいいなと思って話してますけど、内容に関しては台本ないし、即興で全部話してるんですけど、全部ですよ。全部、台本ないですから、なんかそのパワポに台本作るとか、僕、ないんで、全部即興で、全部セミナーも、セミナーも200回以上やりましたけど、全部即興です。これやってきて、やっぱり、あのー、スキルついたなっていうのは感じますね。昔に比べるとですよ。まだその、めっちゃね、世の中にはトークうまい人がいますから、その人に比べると、お前、 まだまだだだななって話かもしれないですけど過去の自分から比べると口下手で全然しゃべれない人前でしゃべれない、えー、そ,そんな僕がここまでできたなっていうのがもう自信になってきたし、まあ、セミナーも,もう原稿でやってますからだからもう自分を信じればいいだから自分を信じれるために自分のスキルアップだったりとか自分の,その技術を磨いたりとか自分をこう高めていくっていうことをすればいいんじゃないですか。 なんか人,人のことを信じる信じないでこれが稼げる稼げないって言ってる時間があるんだったら自分のなんか技術を高めるっていうことを僕はやった方が間違いなくないですかそれって裏,裏切るとかなくないですかそ,、ままあ、そもそも裏切られるという概念がないじゃないですか僕は、ね、そこの2年でね裏切られた人に裏切られて「あ人ってこんなえー、変わっちゃうの?」みたいな「マジか」みたいな。 いいやお金って怖えななみたいな、まあ、すごい闇を見たんですけどいや,、ね、いや絶対ないだろうみたいないやそれないでしょっていうもう結構信頼してる人ですよねいやマジでみたいなちょっとね顔面蒼白になりましたけどね、まあ、いろんな事件あったんですけどああだからもう人っていうのは僕は信じないと <laughs> 自分しか信じれないっていう自分しか信じれない道を 切り開いていいてくというかやっぱもう結局は自分だなっていう、うん、もちろんねもちろんビジネス一緒にジョイントして仕事やったりとかしますよ一緒にジ,ジョイントして仕事やったりとかしますけどそれをメインには絶対しない、うん、やっぱ自分のスキルアップっていうところをメインにしていくもちろん僕もビジネスで売り上げ上げていくために僕だけじゃ売り上げ上げあの上げられない部分もありますなのでいろんな方とジョイントして いろんな方とセミナーやったりとかこれからもしていきますけれども基本ベースとしては自分のスキルアップを磨くだこの前もその、えー、ファイナルカット Mac のね編集ソフトをもうぶわってね勉強してや,あのやりながら勉強してじゃなくてもやりながら勉強して作ってみたいなまあまだまだねバット押されてたんでまだまだしょぼいんですけど、まあ、これからどんどんちょっとクオリティをね 上げていこうかなと思いますね PV 作ったんでまあ,そのあこの下にですね、えー、その PV 僕がねファイナルカット多分3回目なんですね東京に来て今東京に来てるんですけど東京に来て入れてで最初編集したのがそのん東京タワーとかちょっと撮影しに行ったんですけどそれをファイナルカットで編集して多分であとはもう一個はなんかその雨みたいなエフェクトを入れたやつがあって多分3回目なんですよファイナルカットで編集したの3回目。 うん、だからプロジェクトも3個作ったんで 3, 3回目ですねで3回目で、まあ、今回 PV で結構ななんかいちょっと長すぎたなっていうところがあるんですけど、まあ、それでいろいろやっててそうだけどまあこれ自分のスキルアップになるぞとうんっていうことでいあの寝ずにねこうやったんですけど、うん、だからもう他人は信じるなってことですよ要は自分を信じれる人間で 人間の方が良くないですか。だってそうじゃないですかだって本当に思うんですけどあのこれ稼げますかみたいなめっちゃもうずっといただくんですよ、ねまあ、これからもいただくとは思うんですけど本当にこれ稼げますかっていう、うん、僕からすると全部稼げるんですよそんなのはだって世の中に稼いでる人がいる以上稼げるじゃないですか世の中でそれで稼いでる人がいるんだったら稼げるんですよ でそれは結局合う合うわないないんで、例えばリアルの仕事で言うならば営業職って稼げません <laughs> 営業職って稼げるじゃないですかインセンティブ入るんでタウンワーク見ても給料いいですよインセンティブあって稼げるじゃないですかでも稼げるけど合う合わなくないですか営業職が合う人合わない人いいますよねだから結局それだけじゃないですか合う合わないだけですよねだけどこれももう一つ言えるのが 合う合わないとかどうでもよくてそれもう子供かっていうところでいやこれ嫌い僕嫌い食べられない子供かって話で稼ぎたいんだったら稼ぎたいんだったら稼げるスキルつければいいじゃないですかいや僕も人前で話すの嫌ですよ嫌でしたまあ今はもう慣れましたけど喋るのも嫌でしたしあのもともとも本当に人見知りなんで 信用しなくていいんですけど本当にね、まあ、僕の本当に過去のね僕の知ってる人しか分からないんで、まあ、それをここで言ったところで、ね、伝わらないと思いますけどだけど僕は嫌だったんですよ人前でしゃべるとか自分がどうかで喋るとか,で,るとかでも自分が稼いでいく上で絶対トークスキルあった方が絶対いいよなと思ったんですよねだからやりましただからその合う合わないとかい,いい嫌だとかではなくて これがあったら絶対稼げるなっっていう確証があったんですよ。なぜその確証があったかっていうとね社長システィーブ・ジョブズみんなの前でプレゼンテーションするじゃないですか、ね、あの学校の校長先生みんなの前で校長先生の挨拶するじゃないですかだから収入が高い人はみんなの前で絶対講演とかしゃべるんですよポリエモンも講演ね近畿大学の動画はすげえ回ってますけど近畿大学の卒業式で講演してますけど収入が高い人ってみんなの前で講演できてるんですね だから、絶対喋れた方がいいに決まってるじゃないですか。喋れないより喋れた方がいいに決まってるじゃないですか。だから僕は、喋り、もともと喋りたいとか全くないですよ。だけど、自分がお金を稼いでいく上で、絶対必要なこれはスキルだと。あ絶対とか、あった方が絶対いいと思ったんで、やっただけです。だから、合う合わないとかそのそ、それも論外ですね。それも論外で、もともと合わないですよ。喋るって。だって、プライベート全く喋らないんで僕、僕、うん。だけど、 自分がお金を稼いでいく上でね重要だなと思ったからやってるわけですよだからまあ結局マインドですねマインドするいうか結局まあもう稼,い稼ぎたいんだってやれよっていう話で終わっちゃうんですけどうんだからまあその他人のことをね信じ,なんかあの信じる信じないとかでそこでなんかなんか右往左をするんだったらいやその前に自分を信じろよっていうだって自分を裏切らなくないですか 自分絶対裏切らないですよね。だって自分で決められるんだから。もう一度言いますね。自分は絶対裏切らないですよ。自分が決められるから。これがただ唯一の、ただ唯一の、ちょっと出てこないな、キャッチコピー。あの、吸引力が落ちない、たった一つの掃除機、ダイソン。吸引力が落ちない、たった一つの掃除機、ダイソン。吸引力が落ちない,たた、うんちないうん、裏切らない。ちょっとすいません、出てこない。出てこないな。 <laughs> ちょっともうちょっとね疲れてるんでね <laughs> いいわけですけど、うんまあ、たった一つの自分ですよたった一つの自分ですよ誰も裏切らない、うんうん、だからね自分を高めていくっていうのが一番僕最強なんじゃないかなと思いますよほんとに、まあ、これからもですねこれが稼げますかとかこの人大丈夫ですかとかその信じきれない質問信じきれない質問 <laughs> だから信じなくていいんじゃないですかもうそも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 もう全部疑って全部詐欺だと思えばいいじゃないですか <laughs> 自分を信じてほしいんですよ要は、まあ、この動画でメッセージ伝えたいのはあの自分を信じてほしいってことです自分を誇れる自分がうん,なんだうん自分に自信を持ってほしいですしあの自分に自信がないんだったら自分に自信がないんだったら自信が出るまでやればいいんですよ もう一度言いますね今自分に自信がないんだら自信が出るまでやればいいんですよ。ね。もう僕やったから言いますけどやったから言いますけど動画ね8,000本まあアカウントもバンされてますからもう1万本以上は撮ってるんですよ。仮にも1万本どんだけ喋りが下手で自信がなかったとしても1万本以上動画撮ればまあなんとかなりますよ自信つきますよ。 自信がないいや1万本以上取れば自信出ますよ。誰でも。多分誰でも自信出ると思います。1万本以上取れば。でも誰もやらないですよね。でも誰もやらないからやると自信つくじゃないですか。誰もやこれがね、みんな1万本取ってたら自信なんないかもしれないですけど、みんな絶対やらないじゃないですか。で、俺1万本取ったよみたいな。自信つきませんだって誰もがやってないことやってるんで。自信つくじゃないですか。<laughs> うん。だからもうみんな、もう信用しないでください。 もう疑いましょう。全員詐欺師です、はい。僕のことも詐欺師と思ってもらってもいいですし、ね、他の人も詐欺師って全員思ってください。もう全部の情報は嘘だ。詐欺だと。と、うん、食品偽造だと。全部偽造だと。人肉、人肉入ってるぞ、みたいな。もう全部なんか嘘だと。うん、このカナダ産じゃなくて、日本産みたいな。日本産いや。嘘だ。これはアメリカ産だ。みたいな <laughs> 食ち、うん、まあ、巷でね絶対いっぱいあると思うんですけどもう全部疑えばいいじゃないですかもう疑いましょう疑いましょうじゃ食品ね例えば食品を疑うんだったら自分で野菜作っちゃおうそれそ早くないですかねこれがあーだこうだ言うあーだこうだ言うんだったら自分で野菜作れよって話じゃないですか自分で牛,牛さん家,家畜を飼って自分で牛精肉工場作れよ自分でみたいな。 もう,もう偽りないじゃないですかもう <laughs> 自分で作っちゃうよみたいな早くないですか,なんかこれがいやダメだ,わーだこうだいや自分でやるよみたいな自分でやった方が早ゃないですかそうだからそれがもう絶対的な僕は揺るぎないものだと思います本当にそうだから自分を信じれるうようになってほしいですし自分を信じれる生き方 しして欲しいですね。僕は他人からですね、まあ、こういう本出してますからまああのサジェストでもね「吉谷拓郎詐欺師」って出てきますよ全然関係ないですね人にどう思われようが自分は自分のことを信じてるんで俺はできると俺はできるというよりかはできるまでやるっていうベースがあるんで俺はできるというよりかはでき俺はできないからできるまでやるなんですよ ね、僕は人の人よりバカだし人よりアホだし人より血の指数ないしキモいしアホだし人より劣ってるんですよだからね漢字も書けないし前セミナーでかあの人漢字書けないねってバカにされたしだからそういう人間なんですよだからできないじゃないですかね就職もできないし社会不適合者ですよそんな僕が他の人より収入を上げるためにはやるしかないんですよねうんだから 僕は、うん、これからもまあ続けるしやるし人より劣ってますから、うん、人に詐欺師って言われますからじゃあ人に詐欺師って言われるんだったらその百100倍やったろうみたいな言われれば言われるほどじゃあやろうとじゃあここまで動画を撮って露出してる詐欺師まあバカなんだよね <laughs> あれですけどいや、ね、吉谷拓郎詐欺で検索すると YouTube でね検索してほしいんですけど僕しか出てこないんですよ 逆 SEO SE <laughs>、うん、だからね人からどう言われても僕は僕だしだから僕っていう人間を高めていくっていうことが僕の仕事、うん、<laughs> でもあるしもちろんお客さん対応も仕事ですけどね、まあ、これからも「これ大丈夫ですか?」とか「この人どうなんですか?」っていう質問まあ一生受けるでしょ一生受けるでしょだけどもう物申すこの動画で <laughs>。 もう信じるなと。自分を信じろと。自分が信じる道を切り開けと。で、自分が信じれるような仕事をしろと。自分が情熱を持ってやれる。僕は人からね、あの情報ビジネスは詐欺だ、情報商材は詐欺だって、まあ、その、世間体は、世間体全くないですね。世間体全くゼロ。マイナス、マイナス1億ぐらい。情報商材詐欺みたいな。でも僕は、僕は、 この仕事にに出会てて本本当良かっったと思ってます,本当心からですよなぜならば、なぜならば、僕を通して人生が変わった、うん、大きく人生が変わったっていう人が何人も出てるんですね。で、吉谷さんのおかげで、本当に人生変わりました、ありがとうございますって感謝されるんですよ。いや、感謝される仕事めっちゃ良くないですかしかも人生変わってるんですよ。ね。久保さんっていう人、久保さんっていう人、一軒家買いましたからね。一軒家、一軒家。 僕止めてもらって嬉しかったんですけどまあもう,もうねあの一番最初から知ってますからああ一軒家買っちゃったかみたいな <laughs> すげえなみたいな僕止まってもらねなんか不思議な感じでしたけど楽しくないですか僕は楽しいですねそういうそういう,そういうのはこう言われ言われだから言われれば言われるほどもっと言われたいと思うしじゃあもっと言われるためにはもっと頑張ってサポートしていかないといけないじゃないですか だから僕の仕事はどん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 サポートしてそういうふうに言ってもらえるで言ってもらえるようになれば自信もなるし自分も楽しいじゃないですかじゃあこれいい循環になりますよねだからどんどん、まあ、つ僕も人間なんでね辛いな、まあ、この質問また来たよっていうところは思いますけどでもそれでももう,もうずっとやるとでそうすることによって帰ってくるんで確実に「吉谷さんありがとうございます」と「じゃあありがとうございます」って言われたら人間嬉しいじゃないですかじゃあ嬉しいからまたやるじゃないですか で、こう、循環になるんですよ。で、どん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 成長するし、どん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 楽しくなるし、どん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 仕事にパッション持てるし。だから、自分で、うん、その循環サイクルを作るっていうことが非常に大事ですね。うん。まあ、あとは、まあ、自分を信じるってことですね。はい。ということで、まあ、そろそろね、まあ、来週っすかね。来週、来週にはちょっと販売したいと思いますんで、うん。 3日間限定で今回販売しますんで、その PV ね、僕作ったやつ、この YouTube の下に入れときますので、PV 見といてください。今回ね、5つ、えー、5つの特典、5つの特典、そのさっきの久保さんの話、久保さんのやつも結構入ってます。5つの特典ついてますんで、えー、よかったらこの YouTube の下にリンク入れときますので、見といてください。では終わります。ありがとうございました。